レッスン11、量子化された電磁放射。まずは、これがこのブロックの最初のレッスンなので、ブロックを紹介したいと思います。まずは、さっきのマジュアルとしては、量子通信の基礎なんですけれども、光色を説明したんですよね。それが光線などを使ってたんですが、それがまあ、 反射したり、吸射したりには,にはしてるんですけれども、それから光のファイバーのとの説明になりました。そして、コンモジュールに入っ,て入ってきてると、波の光学については,はやってたんですけれども、それが、まあ、波関数、それからマックスワー方程式を使ってたんですね。そして、それが電磁波,波の放射になってるんですが、 それが、まあ、重ね合わせ変更などについても、もうなってるんでしょう。そして、光分倍出と,として、それの,の効果を説明しました。で、これからは、量子工学には入るんですけれども、光が量子化されている電磁板になるんですね。それが、どうやって説明できるのでしょう。まずは、レッスン11なんですけれども、これが、が、 電磁放射線についてそれが量子力学に使うんでしょう。で、これが正準量子化にされるんですけれども、これが一般でとしてはまあ汎用的な説明なんですか。そして、シンプルな、えっと、調和振り子になるんですけれども、これを説明して、そして、量子化されている電磁放射になるんですね。 でそれと、先の,のシンプル調和振興との関連の説明します。そして、レッスン12に入ると、アブザーバブル,アブザーバブル,ブルとして説明するんですけれども、これがリオシナの出器、まあ、とかにの,の関連なんですけれども、光のナンバーステイトとしてはそれが,があの数状態なんですが、これも格でとしてはそれが入るんでしょう。 それから単一更子なんですが、まあもちろん単一更子が,が皆さんご存知だと思いますが、それが量子通信の,の、まあ、基礎になるんですよね。そして、貢献出きなんですけれども、それが,があの単一格子にはどうやって、えっと、検出できるのでしょう。そして、それが単一更子になってるんですが、それからレッスン13に入ると、まあ ビームスプリターの基本の概念は皆さんもご存知だと思うんですけれども、量子に入るとどうなるんでしょうそして、それも、もう、貢献質器としてはどうなるんでしょうかねそれから、それが、ホンオーマンドル効果なんですが、まあ、これが結構有名な量子効果なんですよね。で、それが、まあ、量子通信としては結構使うものなんですが、それから、マッハゼンダー、 鑑賞記と説明しますこれも後天の説明があるんですけれども、このマジとしてはそれが単一公式としてはそれの干渉になることによってそれが説明になります。これが今回のマジになります。